方は西洋に取り憑かれているんです。今あなたが考えていることはあなたではなく西洋が考えていることで。嘘じゃ。わしにはずっと遊び相手がおらんかった。今日初めて遊び相手ができたというのに、ぬしらはやつを捕まえようとしておる。大人って本当に卑劣だよね。子供の楽しい時間を奪おうとするんだもん。しっかりして、西洋に罪悪感をかきたてられないように。やっぱり自分から網にかかってくれたね。本当はお前たちも楽しい子供の世界に連れて行ってやろうと思ったのに、どうしても嫌って言うなら僕が暴力に頼るのも仕方ないよね。暴力だけがお前たち大人に通じる唯一の言葉なんだろう。子供を叱るときによく使ってるもんな。騎兵だ。立ち切る。好敵手に出会ったか。陛下に慈悲なし。しつこい。どうよ一体。潜伏。氷が出た。な傷だ。陰陽転換。世の万物に放りあげるな。この式楽にしたジョーと共に散れ。取るに足らぬ。危険と判定。次。無傷だ。消化脅威。深刻。深刻を。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。陰陽転換。立ち切る。しつこい。危険と判定。潜伏。機を逃してはならない。内定をここへ。損傷を処刑するぞ。潜伏。地獄を犯す。占いましょう。ふっ、私が怖いの。楽にしたん。蝶と共に散れ。ごめんね、ピャクロ。僕、大人に叱られちゃった。もう一緒に遊べない。トロビ、絶対に大人の元には戻らぬと指切りしたではないか。大人は嘘をつくが、子供はダメじゃと。でも、僕にはどうにもできないんだ。どんなに長く遊んでも、いつか終わりの時間が来る。でも、今日は遊べてすごく楽しかった。また今度遊ぼうね。今度はないよ。ファファ、お願い。ト
次に会えるのはだいぶ先になりそうじゃ。僕たちにはたくさん時間がある。だから白露が思ってるほど長くは感じないと思う。しばらくは。いいかな、白露様。もう遅いからそろそろ家に帰らないと。少し記憶が曖昧じゃが、変なことをたくさんしたような気がする。落ち込まないで、白露様。今までのことは自由に遊べた夢だと思えばいい。白露様は何も悪くないんだから。じゃが、皆がわしのために走り回ってくれたことは覚えておる。本当にすまぬ。他人に縛られたり管理されたりしたら逃げたくなるのは当たり前だよ。問題があるのは、行動を正そうとしてくる大人や、やるべきことしか考えない人たちの方だと思う。謝罪の言葉を考えておったのに、無視の今の言葉で何を言えばいいかわからなくなったではないか。なんで謝るの？私だって白露様と同じだよ。もうすぐ成人になっちゃうけど、子供の時に裸足で走り回ってた日々が懐かしくてたまらない。お兄ちゃんに叱られて、ああしろこうしろ、もう少し大人になれって言われてね。それで反抗して逃げ出したの。家族から離れても元気に過ごせることを証明したくて。だから私は泉州にいる。龍女様でも私みたいな普通の人間でも同じような経験をしてるんだね。いつの日かきっと白露様も今の日常から離れて新しい生活を始めるための力が身につくから。だから今は目の前の楽しさを大切にして、目先の問題に悩まされて謝ったりしないことをおすすめするよ。ぬし、なかなか人を元気づけるのがうまいな。探偵師の遺憾で心理医師をしてみる気はないか？う、この子本当に家でなんかするタイプなの？実際に話してみると皮肉っぽいというか、すごく大人びてる気がするんだけど。その、こんなところで立ち話しない方がいい気がする。ここは薄暗くて気味が悪いから、場所を変えて話してもいい？